辺を書いていくステップなんですよね。はい、皆さんこんにちは、ジェコです。こんにちは、ジェコです。はい、今日はですね、秘書さんのママの声、カホロホロ、カープニ。カープニ、うん、カホロっていうのは横に行くやつ。そう、カホロホロっていうともう一個足す。そう、ダブルになるんだよね。カープニ、カープニは回っていく、絵を描いていくステップなんだよね。ちょっと見せますね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、これのことを言います。カホロで回るってこと、うん、そう、まずカホロホロ一緒にやってみたいと思います。はい、右に8歩、いい？はい、はい、の姿勢で、はい、もう力入れていきますよ。ちっちゃくね、1さあ、カモが外れちゃうからね。5,6,7、反対。1,2,3,4,5,6,7、反対。1,2,3,4,5,6,7、反対。1,2,3,4,5,6,7,8。はい、カモのほどになりますね。8歩、カホロをダブルでやることなんだよね。はい、はい、で、カープに回っていくんですけど、これはね、振り付けによっていろんなスタイルあると思います。8歩でこう円を描いていくんですけど、で、今回は斜め、斜め、斜め、正面、1,2,3,4,5,6 正面。はい、やってみたいと思います。そう、それでやってみたい。もう決めながらね。はい、できますね。ジムスローガン。ちょっと待ってよ。イエーイ、無茶ぶり、イエーイ。イエーイ、待って。はい、お願いします。はい、はい、からやって。はい、からやって。はい、行きます。はい、せーの。1,2,3,4,5,6,7。いった。はい。ありがとうございました。重そう、重そうだね。歩いてたね、何を見せられてるのか、うん、まずね、今の問題点いっぱいあります、はい、まず斜め、足は合ってたかな。1、こう体の先にこう、そうなのよ。今ボールに入って1,2,3、なんか回転、ミヤトンがゆっくり回転する様子を見せられてたかな。面白くない。うん、それちょっとね、ごめんなさいね、あの、ね、職員中の方もいますね。お尻左で1,2,3、が胸、お胸、正面。そう、最後のお尻の切れもなかったかな。うん、これで大事なのは胸をこう、うん、そう、だってこういう風に動かさないで、これが回っていくんだよね。うん、はい、それがちょっと足より先行していきますよ。はい、はい、どう、難しくない？難しい。うん、でね、あともう一個の問題点。ちっちゃく回すぎる。1,2,3,4,5,6,7,8。今回は大きく、はい、うん、円をしっかりサークルを描いていきたいと思います。いきますね、お尻左で1、斜めですよ。グイーと斜めに行きます。胸側もで足出す。斜めに胸が行って足出す。5、どこまで胸1,2,3,4,5,6,7,8。押しぶつけ終わった。そう、そういうこと、はい、持ってきますね、せーの。斜めで回り込む感じで胸、斜め回り込む感じ、斜め胸、さあ反対、1、胸、斜め胸、斜め胸、正面。あ、わかる。今一緒にこう横並びやってるんですけど、はい、全然この動きが
ちっちゃいから大きいのがすごいちっちゃいのと足のが大きいんだよね。これはフラッグルームで、はい、ね、うん、この人を意識して体感でね、はい、うん、奥行きとかが分かっていくと思います。あとね、ポイント、お尻が止まらない、あ、こう言って胸、お尻ね、お尻を見てるよ、後ろに引っ張られてるとか、こうやって引っ張られてる、こうやってじゃなくて、しっかりももに引かれて前に行きましょう。でそれが変な話さ、ここだけ大きくて、こう大きいし、そう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 、性格の歪みのようなちょっとね、うん、だこういうチャートの地図だったら、はい、綺麗な綺麗な形をこう作りたいんだよね、はい、形ね、はい、もう一回いきます。ちょっと膝曲げてね、軽くね、1、胸移動、足出す、胸移動、足出す、胸移動、正面、反対、足出す、胸移動、足出す、胸移動、足出す、胸移動、正面、あ、どうか、はい、うん、力入れて、はい、いくよ、はい、
食い物ですね。そうなんです。そうで、よくあるのがさ、見て、1,2,3,4,5 こうダウンしてこう行ったりとか、こういう味付けがあったりしますよね。そう、今宮沢は思ったけど、ちょっとガウガウしてるかな。うん、まずこうしっかり立てて、お腹ですね。いってみよう。そう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 、なんかぎゅっとこっちから入れて、うん、慣れはないんですけど、なるべくね、皆さんはね、ぐっと立てて、体を立てて、乗っかっちゃってるとこう、もう何もできないんで、動かないです、胸が。まず切り離して、お腹力入れて、こういうイメージ。こういうイメージ、先に行きます。そう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 。さあ、どう？そうそうそう、たまに振りになるよね。ああ、え？あるよ。忘れになってるやつありますよ。はい。すっげー。うーん、結構ね、フラダンスの振り付け、フラの振り付けにね、たくさん入ってくるステップだと思います。ぜひ皆さん、楽しんで、練習してください。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、フラダンスのステップや振り付け、楽しいコンテンツをたくさんご紹介しています。高評価、チャンネル登録、よろしくね。インスタグラム、LINE アットは概要欄から登録してね。